皆様こんにちは、タブレット潤です。今日ちょっとライブの後でこのような格好になっておりますが、はい、なんかの週刊新潮の、おかげさまで200回に到達することになりまして、それにつきまして、200回、まあ、僕は大体こう何かにちなんでというような感じで書いているので、200にちなんだ何かを送るだろうと、予想をしていただいたということで、今日はその正解をここで発表させていただきます。結構たくさんいろいろな答えを予想していただいたようなんですけれども、ではちょっと僕も今初めて見るんですけれども、結構多かった予想がさだまさしさんの咲き森の歌。なんでかというと、映画203高地のテーマだから。これはちょっと全く思いつかなかったけど、すごいな。なるほど、200でいろいろ考えたんですが、ここにはちょっと及ばなかったです。あれですよ、教えてください、というやつですね。これが映画203高地。そしてこれもちょっと目から鱗と言いますか、岸壁の母、双葉百合子さん。なぜかというと、双葉百合子で、双葉百合子の百合が100で200と。これも素晴らしい。この岸壁の母は和田博史さんが必ずステージでレパートリーでいきなりこう歌い出すという、普段は絶対歌わないのにこれだけ歌うというようなことがあったので、これもすぐでもちょっとこれ書きたいなと思うぐらい、ちょっといいアイデアをいただきました。プレイバックパート2で、あ、これもそうか、山口百恵で、これもうまいですね。皆さんすごい。ちょっと僕はここまで思いが及ばなかったです。2で山口百恵の100ということで200、この3つが割と多かったということで、さらにちょっと面白いところでは、すごいな、これは虹を渡って天地真理さんで、なぜかというと虹で虹で、に、虹を渡って、でもこれ今ちょうど天地真理さんその映画のこのタイトルに関わらせていただいているので、これもなんか、こういう切り口もいいですね。これ全部今日結構いただいちゃうかもしれないです、実は。しばらく200でちょっとやってみようかな。愛は勝つ。この歌がヒットした年に金さん、銀さん、二人合わせて200歳の、これは、なかなか常人にはこう思い及ばないと言いますか。そして、初めての街で西田幸子さん、これはなんでかと全く思いも、しなかったんですけれども、新居でワンカップを飲んでいそうと。僕が引っ越し先で、ワンカップが 200ml だからこれはすごい。ワンカップが200って僕あんまり、あれだけ飲んでたのに飲んでるのに認識してなかったかもしれないです。あれは初めての街でいつもの酒、やっぱり俺は菊正宗ですね。菊正宗を、なるほど、これは A6 式でしてるまで私が作詞しましたけど、という歌ですね。これもいいですね。そして切り口として、そうか、これはもうまさに惜しいというのが、この世の花、島倉千代子さん、これが売り上げ200万枚の大ヒットだからと。この切り口がまさに自分が、まあこれだろうということで、でも僕この世の花が200万枚というのは知らなかったです。ダブルミリオンだったんですね。はい、まあ僕が選んだのはこの
この世の花の時代というのはちょっと割とちょっとアバウトだったり類型みたいなちゃんとした集計がまだない、いわゆるオリジナルコンフィデンスというのがまだこう立ち上がってない時代なので、割とだからこうお座敷小唄も300万400万売れたとかいろんな伝説があるんですけれども、正式に昭和43年オリコンが発足して、そこから初めてのダブルミリオンというのが実はもうその年の発売のレコードでもうダブルミリオンが出てるということで、この歌を選んでみました。では正解をちょっとじゃあ自分で歌ってみたいと思います。初めてのダブルミリオンということで、これを題材に、ちょっと書いてみました。割とちょっと無理やりなこじつけかもしれないけど、ちょっと割と意外なところからちょっと、この歌のエピソードを書いておりますので、よかったらご覧ください。もう多分イントロでおそらくこれでもすぐ分かったんじゃないかと思いますけれども、はい、正解はピンキーとキラーズで恋の季節でした。たくさんのご応募ありがとうございました。当たった方は一人、あ、すごい一人いらっしゃったということで、おめでとうございます。まさに一人ってすごいですね。これはもう喜んでいらっしゃいますでしょうか。何か特典があるということなので、はい、楽しみになさってください。お名前はここでは言わなくて、あ、誰だろう、僕も気になりますけれども、ライブ会場とかにいらしたら、ぜひ、私をと、僕だよと言っていただければと思います。ありがとうございました。タブレット潤でした。